昨日福岡県みやま市の小学校で1年生の男子児童が給食を喉に詰まらせ死亡した事故を受け学校はまもなく保護者説明会を開き事故の経緯などを説明しますこの事故は昨日午後0時半過ぎみやま市内の小学校で小学1年の男子児童7歳が給食を喉に詰まらせてその後、搬送先の病院で亡くなったものです。 うずらの卵を喉に詰まらせたことによる窒息死とみられています宮山市教育委員会と学校はこの後午後7時から全校児童の保護者を対象とした説明会を開き事故の経緯や児童に対する心のケア今後の対応について説明する予定ですこの事故を受け宮山市教育委員会は今後うずらの卵は当面使用しないほか 食材を提供する際の大きさを検討するなど、再発防止に努めるとしています。また、福岡県教育委員会は各市町村の教育委員会に給食の安全確保に関する通知を出しています。